JP モルガンチェース銀行の佐々木さんです。おはようございます。おはようございます。まず佐々木さんの予想レンジからご紹介しますが、80円の50銭から81円の30銭で出していただきました。昨日の海外市場いかがでしたでしょうか。昨日の海外市場ではアイルランドやこの別材料から欧州周辺国に対する懸念が再び高まり、ユーロが若干売られたり、原油価格が上昇したりしたほかは特に目立った動きはなく、ドル円も上値は切り下がってきているのですが、基本的には81円ちょうど近辺で小動きとなっています。さてポイントでも挙げていただきましたが、依然として中東情勢が緊迫化していまして、また原油価格も上昇してますね。そうですね、市場の注目が日本に注がれている間に中東情勢緊迫化し、原油価格が上がっているんですが、これに沿う形でドルの弱さが目立ち始めています。でドルは昨日対ポンドで昨年1月以来の安値、対ユーロでも一時昨年11月以来の安値まで下落しています。はい。チャートなんですが、これは緑の線で米国の期待インフレ率、オレンジでドルの実効レートを表しています。はい。米国の期待インフレ率は反転させていますので、下落するとインフレ率が上昇していることを示しています。はい。したがってこのチャートからは、原油価格が上昇して米国でインフレ懸念が強まるとドルの下落につながるという関係が読み取れます。協調会議もあってドル円相場はしばらくレンジ相場になると考えられますが、一方で全般的なドル安の流れに押される形でドル円相場も上値が切り下がってくる可能性があると見ています。やはり協調会議ありましたが、円安の効果というのは一時的なものになってしまうんでしょうか。そうですね、一時的だと思います。日本の大災害を受けたリスク回避志向の高まりによる円買い戻しの流れはしばらく続くことが予想されるほか、中東情勢の悪化もですね、世界全体のリスク回避志向を強めて円高方向の圧力を高めてしまうということで、ちょっと流れはドル安円高方向のリスクが強いというふうに見ています。はい、わかりました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。今日も終わりましたね、火曜日ですね。まずドル円からですね、15分足で見てみたいと思います。まずですね、15分足、この今日の値幅が 38.2 ピップスでね、すごい小幅、先週に比べるとですね、いつもの通りに戻ったといえば戻ってるんですが、15分足で見るとこの黄色の200円目ですね、200円目で頭を抑えられ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 て、三角持ち合いのような形に、なってきておりますね。これが15分足でして、時間足で見るとこんな感じですね。やはり先週の水木、木曜日はそうでもなかったですが、水金に比べるとですね、もう月火とほとんどレンジで動いてますんで、今日あたりはですね、どっちかに触れるんじゃないかなとは思いますが、これが1時間足でして、日足で見るとですね、こんな感じですね。ストーンと落ちてから徐々に上昇で、今もみ合いという形ですね。これが日足でしたね。そしてですね、まず商品から見るとですね、まずゴールド、少々お待ちください。ゴールドはですね、ゴールド15分足から見るとですね、ゴールドも比較的小動きでしたね。このピンクのラインがピボットですが、ピボットのこう挟むような値動き展開で、この黄色のね、15分の、200円目でね、このもう前後するような展開でしたね。これが、ゴールド15分足でして、1時間足で見るとこんな感じですね。特にはないですが、ボリンジャーの上限で頭を抑えられていると。日足で見るとですね、こうですね。日足で見ると、だんだん陽線が2、4、5日連続ですか。この直近の高値をね、狙うような展開になってきましたね。これがゴールドでして、ゴールドに連動しやすいですね。まずオージーから見ていきますとですね、少々お待ちください。オージーもそうですね、値幅的には91ピップス比較的高額といえば高額ですが、アジアタイムからずっと一貫して上昇して、アメリカ欧州アメリカタイムでですね、揉み合っている状態ですね。途中50MA と50MA がサポートになり、
というような形ですね。これは15分足でして、1時間足でもですね、そうですね、今日は上昇でアメリカ、欧州アメリカタイムでもみ合いと、でボリンジャーのミドルでサポートという感じですね。で日足でもですね、こんな感じ、日足で見るとこの黄色200円目から反発ということですね。これがオージーでして、まずですね、欧州通貨見ていくとですね、まずパウンドですね、ケーブルから見ると、ケーブル15分足、ケーブルもこれは R2 ですね、 R2 近辺で頭を押さえられてですね、あとは横横と、まあ、OG ダラに似てますね。値幅 108.5 ピップス、そして15分足で、1時間足で見るとですね、もうずっと月カーと上昇トレンドですね。で今も見合っている状態です。そして、日足で見るとですね、こんな感じ、日足で見るとですね、やはり、この直近の高値は超えてきてますね。ポンドは比較的強いですね、オージーなんかに比べてもというのは分かります。そして、オージーとスイスフラン見てみますとですね、スイスフランがですね、スイスフランはもうあれですね、15分足 44.5 ピップス、ほとんど三角持ち合いですね。黄色の 200MA を挟んだ展開となっております。そして1時間足でもこんな感じですね。やはり月カーと重み合いになってきてますね。これドル円と似てますね。やはり、日足でもですね、ドル円みたいな値動きしてますね。これウィークリーのピボットライン近辺での動きとなっております。そして最後にですね、ユーロダラを見てみたいと思います。ユーロダラまず15分足からですね、見ていきたいんですが、こちらかユーロの15分足ですね、こんな感じでユーロも 69.1 ピップスの値幅、比較的高動きでしたね。アジア欧州はブルーのこの 50MA でですねサポートされて緩やかに上昇するも、ここから一気に落とされまして、しかしこのいつもの15分の、200MA ですね、強力な黄色の 200MA でサポートされると、そのままピボット付近で終了と、いうことですね。で11時間してみるとこんな感じですね。ちょうどですね、ここの2点ですね、こことこちらですね、2点でフィボナッチエクステンションを引きますと 261.8% のところで、頭を押さえられているのが分かりますね。いい加減ですね、1.4248 ぐらいですかね。まあ、月曜火曜と比較的レンジの動きでしたからね、今日も 69.1 ピップスなんで、今日あたりはねどっちくらかに動くんじゃないかなというふうには思いますね。これが1時間足でして、4時間足で見るとですねこんな感じになっております。4時間足でもこの 1.425R1 まではいかなかったというところですね。でピボットラインで付近で終了というのが分かります。そして日足で見ると、こんな感じですね。日足で見るとこちらの部分が、この高値ですね、高値に迫る勢いですが、今一歩足りないところですね。ここまで行くかどうか、気が注目ですね。そんな感じになっております。そしてですね、今日の予定を見ていきますと、こんな感じになっておりますね。ですね、今日は
今日の経済指標はですね、主だったものはないです。スウェーデンが景気動向、製造業、消費者信頼指数とバンクオブイングランドの議事録がありますね。そして欧州圏が鉱工業新規受注の発表、そしてアメリカが新規、住宅件数ですね、そんな感じになっております。そしてまた簡単にですね、ブログの説明からしていきますと、まずですね、この左の上からね、デイトレーダーロックスターさんのライブショーテクニカルのね、あのアメリカ株についてですが、テクニカルの解説してあります。この人は本当にもうスイングトレーダーなんでね、あんまりあのデイトレとかね、あのスキャルピングの方にはあの時間軸が違いますが、あのテクニカルの見方はね、あのスイングトレーダーはあのデイ、あの日足とか週足見て判断するし、まあ、そうでない方はね、デイトレーダースキャルパーはあの1分5分15分とかね、1時間足を見て判断するので、時間軸が違うだけでテクニカルの見方は一緒ですのでね、まあ本当この人は20年近くのベテランでね、もうあの相場の心理とか語らせたらもう本当右に出る人はいないぐらいね、あの素晴らしい方ですのでね、もうアメリカでも有名で CNBC もののね、プロデューサーも見てるんじゃないかっていうぐらいね、結構ねあの素晴らしい人間性も豊かでね、それ立派な方ですのでね、よく見れていいんじゃないかなと。そしてですね、あの日本のあの今ね、日本のね原発の事故とかありますんで、被災状況とかね、あの為替にも多少影響すると思うんで、 NHK ワールド今入れてますんで、よかったら見るといいんじゃないかな。そしてこちらね、アメリカレッドクロス、あのもうね、義援金なんかもこちらからアクセスするといいんじゃないかなと。そして今キャッシュバックフォレックスねやってますが、今金融庁とかね、あのアメリカ CFTC、 アメリカ金融庁とかね、結構ねあの FX 業者にかけ対してね規制をかけてますんで、あのやはり無法地帯なようなところもありますんでね、最近金融庁とかもあの規制入れてますんで、あの毎日ねチェックしてね、自分の開いた口座が規制対象になってないか、あのやはりフォレックスはデリバティブですのでね、そういういかがわしい業者も多少ありますんで、あの金融庁とかね CFTC 前にチェックするといいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、こちらアクセスランキングありますんでね、あの最近ねあのいろんな方にねアクセスしていただいて、相互リンクなんかも受けさせていただいてますんでね、よかったらどんどん見ていってあげると嬉しいです。そしてですね、YouTube もね今張り切ってやってますんで、よかったらねどんどん YouTube もね、各通貨のテクニカル解説とのまとめと、モーサテのね予想は毎日アップしてますんで、よかったら、見てください。そしてですね、音楽とかね今モチベーション上がるようなねビデオもね各記事ごとにねつけてますんで、よかったらいいんで 見るといいんじゃないかなと思います。そして今ブログランキングもね参加してますね。本当にねもう毎日言ってあれなんですがね、もうブログなんかね、もう特に為替なんかね上位ランキングはやらせブログばっかりでね、クリック業者やだって組織票みたいにね1万とかね、あんなのものすごい人気あるブログだなと思って見てると、とんでもないようなねもう 9割以上ねアフィリエイトみたいなねブログがね平気でトップ10にいますがね、全くそれでブログ村とかね、日本にブログ文化をなんてね、うん、本当にみんな笑せるんじゃない、笑っちゃいますけどね、みんなもそう思ってるんであえては言いませんが、もう初心者狙いとかね、完全なマーケティング戦略ですかね、貧困ビジネスと一緒でね、もう何もわからないことをいいことにね、シグナル配信だの商材だのね売りつけてね、やってる、もう貧困ビジネスと一緒ですからね、商材なんて本当にね、コンピューターでダウンロードできて、クレジットカードで決済できてね、すぐダウンロードできるからってね、商材がねその辺の書籍本屋さんで売ってるのと一緒の内容ね、一緒の内容のもっと
ね、もっと詳しい内容があるかといったらそんなことはないわけで、それでなんか普通の本屋の書籍よりも何倍も高い値段でね、商材売りつけてね、そんなの、それで勉強になるかといったらね、まあ私もいろいろ見ましたけどね、ほとんどゴミみたいなね、それの書籍や本屋で売ってるのと内容大して変わらないようなね、平気で何本も売ってますからね、そんなのに騙されないようにね、してもらいたいなと、まあそんなとこですね。あとはあれですよね、そのアナリストのね、ブログとかもありますが、ね、あの人たちは自分でお金をかけてねやってるわけじゃないですか。カスタマーディーラーつってね、輸出企業のお金を右から左に流してる、換金しなきゃいけないから、それでトレードしてるだけですからね。彼らの予想が確かに、その、まあ、佐々木さんなんか素晴らしいですが、ね、彼らの予想が当たろうが当たり前が、カスタマーディーラーでね、輸出企業の金を右から左に換金してるだけで、そんな儲かろうが損しようが彼らには全く関係ないですからね。それの手数料で稼いでて、毎月お給料もらえればね、夏にも冬にもボーナスもらってて、そんなね、動物園のね、動物と一緒ですよ。動物園の動物と野生の動物と比べてみればね、筋肉のつき方も違うしね、サバイバルスキルも全然違うのと一緒でね、その証券会社とかね、そういう銀行のねアナリストが必ずしもね、カスタマーディーラーとしてね、そのデイトレーダーのような嗅覚を持ってね、売買してるかって言ったら、そうとも限りませんからね、まあ、そういうのには騙されないようにね、もう本当にデイトレーダーがやってるねブログを見てですね、もう何十年のベテランの、もうこのデイトレーダー奥さんなんかもう20年近くの生え抜きで自分の一匹狼になってね、お金を稼いでね、家族を養ってるわけですからね、まあ、そういうのを見て参考にしてね、もう日本のブログなんかトップ10なんかもうアホみたいなブログばっかりですからね、でね、騙されないように私もそういうブログを目指してますんでね、できたら応援していただくとありがたいなと思う。今週もまだ始まったばっかりですがね、気温抜かないようにね、負けないように、頑張ってください。それでは失礼します。